若狭沿岸における低所地震による津波対策調査についてということでご報告申し上げます。まず原子力保安院の方としましては、11月の、11日に各社に対しまして、指示をしてございまして、その中の一部として、美浜を大井高浜につきましては文献調査から天正年間に若狭地域の大きな津波が到来した旨記載された古文書の存在が明らかになったということも踏まえまして、関西電力そして JAEA 日本原電に対しまして津波対策の調査を行う旨指示をしてございました。それにつきまして12月の21日に各社より報告を受けましたので、その内容につきまして少し分かりやすくしたような形で、ご説明をしたいというふうに思います。まず表紙をめくりいただきまして目次がございます。ここにローマ数字の1としまして事業者における調査結果ということで1ポツ2ポツこれを説明させていただきまして、その後ローマ数字の2で、水月港におきます年降調査結果による燃焼津波の規模についてということで、こちらの、鳴門教育大学大学院の山田先生にこの部分は、途中ですがご説明いただいて、そしてまたローマ数字の3評価ということで、このような形で説明をしていきたいというふうに思います。それでは3ページ目おめくりいただきたいと思いますが、まずこの調査概要でございます。実施目的といたしまして、丸が2つございますけれども、まずその3社、事業者はですね、福井県の委員会の方での意見等も踏まえまして、若狭湾における津波の痕跡というものの情報を集めるということで、9カ所のボーリングの実施を予定してございました。それがもう9月9日には事業者に公表されて、計画が進んでおったということで、右側の工程表の方に書かれている通りでございます。また右下の方に絵がございますけれども、この丸を数えますと9カ所、ボーリングの箇所が書いてございます。また、2つ目の丸ですが、当院からの指示ということで、先ほど申しました11月11日の指示でございますけれども、ここではその天正年間のですね、ここでは天正地震、1516年に関する調査ということで、その津波堆積物があるのかないのかということを先行的に確認すると。ということで右下にありますそのボーリング9カ所のうち、4カ所をその、天正年間にその津波堆積物が、来たのかどうか確認するために先行的にこの部分について調査をし報告が出されたということでございます。そして調査の位置と選定理由でございますけれども、まずは海岸に近い平野で環境の、緩やかな堆積物にとって良好な保存状態が保たれるようなその故障ですとか湿地が条件として良いということで、ここでは見方5項が最適値ということで選ばれてございます。またこれまでいろいろ その津波の実績を踏まえるとですね、湾内全域にその痕跡を残すという特徴が津波にありますので、今回もその若狭湾のほぼ中央付近にあります見方5項は代表地点になり得るのではないかということでございます。そして資料の分析の項目でございますけれども、ここはページの8ページをちょっとおめくりいただきたいんですが、こちら燃焼地震対象の分析結果ということで、後ほどまたご説明いたしますけれども、このようにボーリングを掘ってですね、下を見ていただきますとその分析項目が出ています。特に大事なのは左からその年代測定、カーボン14によりますその年代を測っていくわけですね。それとその右にあります対峙率、ここも海による砂が来ているのか山による砂が来ているものなのか、そういったものがそのいろんな砂が入れば そこによってその乱れるというかピークが出たりしてですね、その目安となるということでこういった対峙率を確認しているということです。それと右の方に下の項目の右側から2つ紹介しますけれども、微化石分析、この中に、左から有効中ですとか海景中、こういったものがあればこの上にプラスというような数字が出てですね、海によるものがこう入ってきたのであろうというようなことでございます。また一番右にあります、
珪藻化石、これは海水性のものなのか淡水性のものなのか、まあ、その化石を見ればですね、まあ、海のものか、まあ、川由来のものなのか、まあ、そういったものが確認できるようでございます。まあ、こういったものが資料分析の項目ということでございます。ページの4ページ目でございますけれども、まずどういった調査の方法を取ったかということでございますけれども、津波堆積物の形成と保存ということで漫画を示してございます。まあ、津波が来る場合1から4のような工程で津波が来て堆積されるという、まあ、漫画でございますけれども、特にその1の、まあ、津波によってその海生生物だですとか海砂が、まあ、砂丘を乗り越えて、そしてこう静穏なですね湿原だとか湖沼なんかにこうやってきた場合、まあ、丸3そして丸4の順に、まあ、堆積するであろうということの図でございます。そして、まあ、こういったところにつきまして、さらにその標高が低い平野でかつ、まあ、こういった上にあるような絵のようなところであれば非常にその津波が来たのかどうかが確認できるということでございまして、今回若狭地域では三方五湖そしてその周辺が最適地ということで、選定されてございます。そして右側にありますのが、これまで その津波堆積物調査の、まあ、例でございますけれども、これは宮城県沖で起きた津波ということで上岸地震の、まあ、そのまま結果が貼ってございますけれども、まずはこの堆積物の写真、真ん中の方に砂層とありますけれども、これがその上岸地震による津波堆積物があったということでございます。まあ、これはその上に TOA テフラ、十和田の A テフラというものですが、まあ、これ何かこういう火山灰があって、まあ、これをその、まあ、年代測定すると、まあ、915年ということですので、まあ、その下にあればこういった津波堆積物でおおよそその上岸地震のものであろうというようなことが確認できるということです。またその砂層の中からどういったものがあるかということで、右側にありますような、その海性のものなのか、まあ、川のものなのかといった形で、まあ、分析をして確認するということでございます。そしてページの5ページでございますけれども、今回その三方五湖周辺の地形と標高を示ししてございます。まず事業者でございますけれども、ボーリング調査を行うにあたりまして、まあ、仮にその津波がですね遡上した場合の流入経路というものを想定してございまして、まずこのホームページの赤い矢印のように想定しています。でその根拠ですが、まずはその当然ながらその地形とその標高から想定しています。で具体的には一番上の方にA' とか B' とかありますけれども、まあ、例えばその A' のところにあります早瀬川ですかね、ここの辺ですと例えばEL がプラス4メーターというような形になっていて、まあ、ここから、まあ、例えば入ってきたというような仮定をした場合、どのように流れるかということでございます。また今EL プラス4メーターと言いましたが、その下にまた四角い括弧で1メプラス1メーターとありますけれども、これは現在はその4メーターでございますけれど、ですけれども1662年にちょうど関文地震ということで、ちょうどこの三方五湖を、まあ、南北にこう切るような形でその三方断層そして昼間断層がありましたので、まあ、それが活動した際に3メーターほど隆起してございます。まあ、それでその当時その、まあ、天正年間ということで、まあ、1586年を年間にしますと、当時はこの格好書きの標高であっただろうということで、まあ、当時の過去の標高に基づいて、またその周辺の地形に基づいて今こういった流入経路を想定しているということでございます。そしてその流入経路の、まあ、具体的なルートですが、まずはその右上にあります久喜志湖から下にこう流れてきて、そして旧木山川というところをまあ通過してですね、そしてその左側に、まあ分岐するように菅湖に行くルート、そしてそのまま流れていく B の方に流れていく B'B ルート、これは中山湿地の方に流れていくルート、この2つが、想定をされています。続きましてページの6ページ目でございますけれども、今のものをですね地形と標高をその
断面図に示しておきます。A と B ということで上と下に分けて書いてございまして、そして右側が海で、右の海側の方から津波がやってきたとしたら、右から左にそれぞれ流れていくというふうに思っていただければと思います。そしてここでは、昼が断層、伊東がおおむね3メートル隆起したということを、想定してですね、今から3メートル引いて記載しています。そしてこの絵のポイントでございますけれども、少し高くなっている地点が、その A、B の上両方の円に左側の方にありまして、例えば上でありますと旧木山川最高点ということで標高約11メートルとありますけれども、もしこの菅湖に、その上の円の左側の菅湖にですね、もしその津波が来て堆積物を積もらせるということがあれば、この約11メートルのところを越えなければいけないという地形になっています。また下側を見ていただきますと、中山最高点、中山地点でございますけれども、約18メートルということで、ここを越えなければですね、左側のボーリング中山湿地の方にまで、津波堆積は到達しないということでございます。ここを挟んで両側、徳志湖とそれぞれの湖のところでボーリング調査をそれぞれしているということでございます。そして7ページでございますけれども、今回その調査した結果でございます。まず上には分かりやすく総括表を示してございまして、縦の欄、ここは久々志湖ボーリング ① ということで、右の絵の、上にある台の丸の2地点です。そして、2、3、そして菅湖、中山湿地のボーリングです。それで横軸でございますけれども、まずは指標となるその、砂があったのかということで、ここでは認められないと。そして堆積層の年代把握ということで、カーボン14等でそのボーリング2メーター掘って、それぞれ大体この辺が何年頃の地層だろうということで確認して、そのまずは今回、天正地震の対象地層ということで、それぞれ震度20センチ、震度10から40センチ、震度5センチ、震度90センチあたりだろう、あたりでしょうということが記載されています。でそこには堆積物として何があったのかということで、その有効中、先ほど申しました海景中に海水性の係争ということで、下の3つはなくて、そして上のナンバー2です、一番上のオレンジ色のところですが、ここには微量な確認があったということでございます。で、この総括表について文書で書いたのが下の青い印のところに、書いているというところでございます。そしてその実際の結果というかエビデンスでございますけれども、ページの8ページでございます。なかなか視点との確認をしながら見た方がご理解がいいと思います、しやすいと思いますので、ページの5ページを、横目に見ながらこのボーリングの結果を見ていただければと思いますけれども、まず一番目の久々志湖の KG の 11-2 でございます。こちらの8ページに結果が示してございますけれども、天正時代の対象地層、震度20センチ以前には津波堆積物の指標となり得る多数は認められないけれども、微量なその有効中、海景中、海水性の係争が確認されていて、堆積環境が当時、汽水とか、淡水域であったという、要因も考えられるけれども、規模の小さい津波ですとか、高潮、暴漏による海水が流入した可能性というのは、否定ができないであろうという結果でございます。ここで見ていただきますと、今申し上げたのは右の方にありますその微化石分析の有効値、海景値はプラスという数字があって、海水性の係争についてもプラスということで、確認はされています。それとページの9ページでございますけれども、これ5ページでいうと、緑色の2つ目の KG11-5 久々志湖のボーリングのところでございますが、ここにつきましては、震度10から40センチ付近がその天正地震の対象地層なんですが、津波堆積物の主要となり得る砂層や有効中、海景中および海水性が認められないことから、海水が流入した可能性は極めて低いというような評価になっていますが、9ページの一番右側を見ていただきますと、
海水性の珪藻のところがプラスになっています。まあ、これについて事業者に確認をしました。これにつきましてはその、天正地震の対象地層の10から40センチ付近にはなくて、それも非常にその浅い部分、比較的その新しい地層のところにこの海水性のプラスという、まあ、確認がされたということはことを事業者が言ってございます。それとページの10ページ目でございますけれども、これは須賀湖の SU の11番でございます。まあ、こちらにつきましては総括表の通りで、有効中と海水性珪藻は認められないということで、海水の流入は極めて低いということです。で、11ページですが、中山湿地の方に、こちらも同様にですね、海水が流入した可能性は極めて低いというような、まあ、結果が出てございます。そして12ページからがですね、このいわゆるその天正地震、とか天正津波とか、まあ、こういった形で天正というものがこう直目されているわけですが、その天正地震の震源断層ですとか震度分布に関する文献というものもここで表示添付させていただいています。まあ、ここで左側にあります通り、日本活断層学会におきましては、この太い実線のところが、まあ、天正地震の震源の可能性があるということで示されておりまして、まあ、北から二号断層、アデラ断層、そして下の方にあってヨール断層ということで、まあ、先ほどのちょっと地域とは少し違った岐阜県の方が示されています。また右側にあります通り、こちらも日本被害地震相談でございますけれども、まあ、こういった位置にその震源のバッテンがあって、まあ、震度4、そして5というような形で、このような被害があったというような文献がございます。そして13ページでございますけれども、その天正地震による津波についてその記載された古文書、そういったものも調査されてございます。このページでちょっと色分けをしてございますけれども、丸1の、黄色、そして丸2、3、4は色塗ってませんが、下の絵の方にちょっと2、3、4は青くさせていただいてますけれども、まあ、結論を申し上げますと、大きく分けて実質2種類の、この黄色と水色に、古文書として分けられるのではないかというようなことでございます。まずはその種見狂気ということで丸1でございますけれども、まあ、こちらのページの14ページに、添付をしてございまして、まあ、大事なところに赤いマーキングをしてございますけれども、まあ、1516年ということでその地震の年代、そして、まあ、若さあたりの波をその打ち上げるとか、家が流される、亡くなる、うんうんというような、まあ、言葉が書いてあるということでございます。それと、まあ、13ページに戻りますけれども、その2、3、4のうち結論から申し上げますと、3につきましては2を参照していて、4についてはまあ2に、まあ、含まれるというようなことでございますので、まあ、実質丸2を、まあ、紹介させていただきたいと思いますけれども、それがページの15ページでございまして、まあ、フロイスの日本史ということで見ていただきますと、左側のページ15ページの左側はこう見開き、実は見開きの形になっているんですが、まあ、若さの国で長浜と称する別の大きな町で、高い山にも似た大波、そして押し寄せて、町の襲いかかりで、大量の家屋を、まあ、とか人を連れ去ったというような記載ぶりが、書いてあるということでございます。そして16、17につきましてはそれぞれ、まあ、参照したりしてございますが、まあ、少しポイントとして、その年代としては1486でそれぞれ16ページも17ページもあるんですが、左側、例えば16の左側を見ていただきますと、海の近くに長浜と称する町なんてありまして、その下に長浜の下に小浜の間違いか誤記かというような書きぶりもちょっと16ページ17ページではちょっと見受けられますので、まあそういったこういった町、長浜は小浜なのかというような、まあこういった解釈もちょっと付け加えられているようでございます。そしてその今ご紹介しました長浜との関係でございますけれども、ページの18ページに、その長浜というところとその天正地震の関係ですね、これをちょっとお示ししてございます。まずはその古文書としまして、まあ、天正地震史というものにそのありまして、まず一つ目の没で津波の起こった場所はこの資料では
博多地方の商業の栄えた小さな町で長浜と呼ばれるというようなところで、まあ、この天正神と長浜が、まあ、ちょっとつながると。あともう一つのポーツでございますけれども、この英霊記事の博多と同じかと思われると。でこの資料の津波の発生したところは長浜と近接した湖畔の地で、城もあり時々多数の商売人たちが集まった町で、風呂石の記事の若さの国の出来事とは異なっているような書き振りもございます。それとその長浜のところで遺跡調査も実施されておりまして、一番下の丸でございますけれども、1586年天正地震によって村が湖底に沈んだという伝承があって、それについて右下にあります通り長浜というところと琵琶湖のこの辺でそういう村が沈んだ遺跡が確認されているというような、まあ、こういった事実もございます。今ご紹介したもののその写しが19ページと20ページに、まあ、長浜と天守の関係ですね、まあ、こういった古文書もあるということでございます。そしてページの21ページ目でございますけれども、事業者はですね、若狭沿岸の県、町の村の歴史書、そういったものも36文献も調べておりまして、まあ、こういった、まあ、一つ一つはご紹介しませんけれども、こういったところで全部で36文献調べて、まあ、津波を示す文献はまずは、まあ、なかったというふうなふうにはしてございます。それとページの22ページでございますけれども、事業者はその、まあ、絵にあるとおり神社を巡ってですね、まあ、そこにその古文書ですとか、まあ、そこに置いてある、まあ、宝物だとか、まあ、そういったものの、調査をして、その、まあ、いわゆる流されなかったかどうかというような確認もしてございます。で、まあ、調査結果でございますけれども、その文書ですとか、まあ刀ですね、そういったものが、まあ、そのまま流されずに残っていたであろうと、まあったと。それと津波による被害記録も、まあ、その訪ねていって、まあ、聞き取りした結果、まあ、なかったというようなことでございます。で例として23ページには小浜の八幡神社と敦賀の八幡神社についての、まあ、古文書、まあ、勧進帳というでしょうか、それとか、まあ、寄進された刀ですね、こういったものも、まあ、そのまま古くからあって今でも保存しているということが、まあ、確認されたということでございます。まあ、ここで一旦ローマ数字の1の説明をさせていただきましたので、ローマ数字の2といたしまして、水月湖における年降調査結果による天正津波の規模についてということで、山田先生の方に、ご講義いただいたというふうに思います。長門教育大学の山田と申します。今回は震災を受けまして、私たちが今水月湖で研究しておりまして、まあ、天正津波の記憶があったかどうかについて、今研究をして、今こちらの下の出展地学雑誌に今投稿中です。でその結果について、簡単にお話しさせていただきたいと思います。私たちはですね、湖沼年降対策室という研究をしています。でこれをちょっと簡単に説明させていただきますと、右側の写真はですね、樹木年輪です。木をカットして出てくる年輪なんですが、同じようなものがですね、泥の中にも、泥の断面を見るとこのように筋、横に入った筋っていうのが見える、場合があります。でこういったものはですね、私たちは年降と呼んでいまして、泥の年輪、土の年輪というものでありまして、まあ、数を数えていくとその当時、その、形成した都市が分かるというものになります。で、こういった古沼年降というのはその過去の、まあ、災害であり、あるいは気候変動を復元する際に非常に有効だというふうに考えております。でその理由は一つは、天然の時計と書きましたが、一番上からこの地層をですね、筋を数えていくことによって、その地層ができた年が正確に分かるということ、それからその筋の中に含まれる成分であったり、微化石、化石を調べることによって、その年の、環境であったり気候の状態が分かるということ、でなおかつですね、このまあ筋の間に厚いその砂の層が入ってくると、まあ、それがイベント層となるんですけども、それがいつ起きたのかということが非常に詳しく、まあ、1年単位で分かるということで研究を進めております。で私たちは今水月湖、ずっと研究しておりまして、でこの震災を受けて、天正の地震、それによる津波が起きていたのかについて研究を進めております。で先ほど、原子力安全保安院さんの方から説明があったように、天正の地震について簡単にまとめたのがこのスライドになります。
天正年間、西暦で言うと1586年に発生して、震源が、岐阜県北西部、マグニチュード 7.9 から 8.1 と推定されておりまして、東海地方から北陸地域で強い揺れがあったと言われている。津波に関する記載としましては、太平洋側では伊勢湾では、津波に関する記載がありまして、先ほど、吉田、金見行基などから、若狭湾でも、同様の津波が発生して、家屋が流されたりという件、記載があるので、それが本当かどうかというのを、水月湖にあるその土の年輪から復元してみました。で、水月湖は、この左の場所であります。で、私たちはですね、2006年にこの水月湖の真ん中でボーリングをしました。で、このボーリングの場所を考えるとですね、今回東日本大震災で津波が発生した後、同じ規模の津波が発生したとすると、水月湖では先ほど、説明があったように、こちら太平洋側からここの筋を通って水月湖に入る方法しか、津波が入る、経路はありません。で、直線距離でだいたい 4.8 キロ、最短距離で 4.8 キロになります。で、この 4.8 キロっていう距離は、これが、同縮尺で見た、ちょうど福島県、相馬市付近の津波浸水域の、データなんですけども、松川があって、ここから直線距離で5キロというと、ちょうど津波が入ってきている、津波が入るか入れないか、若干内側になるような場所ですので、今回10メーターを超える津波があったと仮定すると、水月湖には確実に、津波が来ていたということが分かるわけです。で、こういう、仮定のもと研究を進めました。で、ボーリングコアをもちろん私たちも取っているんですが、往々にしてボーリングコアの一番上というのは非常に水を多く含んでいるため、しっかり確実にボーリングの資料を取ることができません。で、私たちは、凍結コアといって、堆積物そのものを凍らせて取る方法を、最近か、発明しまして、このボーリングコアと一番上の再表層のコアをしっかり、こうつなぐことをしました。で、それによると、2011年に取った凍結コアから、下に行くと大体二十数センチのところに、こうマーカーが対応できる層があって、これを上から、この年縞を数えていくと、西暦1976年になります。で、多少の誤差を入れてもプラマイ2年って与えるので、この1976年プラスマイナス2年からまた下に下が、年縞数を数えていって、1586年、天正年間の地層を特定しています。で、それ以外に、ウィグルマ地方ということで、ラジオカーボデーティングをいくつか測りまして、ベーズ法によって堆積モデルを構築しています。で、それによりますと、この水月湖の年縞堆積物には一切、堆積のギャップ、ハイエタスがないということを確認しています。で、これらの年代モデルに基づきますと、水月湖では、天正地震というのは、コンポジットデプスでだいたい109センチになります。1シグマを与えてあげるとプラスマイナス2センチですので、1586年の地層というのは震度107センチから111センチという非常にこう精度よく今回求めることができています。で、また、その上に置きます、寒分の地震についても、水月湖では確認されておりまして、それがおおよそ90センチ、こちらも、標準偏差、1標準偏差に換算するとプラスマイナス2センチという非常に精度よく、地層に、年代を今回当たることができております。で、この地層から、私たちは、差し的に珪藻の化石を、研究をしまして、結果として報告させていただきます。で、こちらの青いものが全て、淡水性の珪藻になります。で、それに対して赤いものが、海水性の珪藻になります。で、水月湖で、過去620年間においてこの海水性の珪藻が認められたのはわずか1層順、ちょうど、震度90センチの部分になります。で、これはここだけです。で、ここにちょうどですね、1662年の寒分の地震で、それによって、水はけが悪くなったことによって人工的に水路を検出しておりまして、それによって1664年に水路、浦見川の開削によって、海水が福祉湖から入ってきたこのイベントが捉えられております。ただし、天正の地震、この震度107センチから111センチに関しては一切、海水性の珪藻は出てきておりませんでした。で、やはりここだけではなくて 全体を見ても、少なくとも過去620年間において、海水が入った証拠は一切ないという結論に至りました。で、私たちの結果はですね、まとめますと、
現在のところ、西暦1586年には、水月湖に海水の遡上はなかったと判断しています。つまり、古文書などによって、岡山沿岸に被害を与えたとされている天正津波というのは、仮にその発生自体は本当であったとしても史実であったとしても水月湖まで達成するものではなかったと、考えております。でまた、過去620年間分の、記録を根拠にする限り、若狭湾沿岸においてこのような今回の東日本大震災に匹敵する規模の津波が発生する想定する自然性は認められません。ただし、小規模な津波が発生した可能性というのを排除するものではありません。少なくとも、津波の遡上高10メーター以上の、津波は1586年の天正年間には起きていないという結論が今回得られました。で、この検証を、もっと確実にするためには今後、より海に近い昼学校であり、先ほど原子力安全保安委員の方からお示しされたボーリングコアとの、比較などを行っていく必要があるのではないかというふうに、現在考えております。以上でございます。ありがとうございました。それでは、また続きましてですね、先ほどの資料、地震8の2の方に戻っていただきたいというふうに思います。それではボーリングのですね、一番最後のページ、評価ということで24ページをご説明したいと思います。その前に今こういった形で水月湖のお話をしていただきましたので、若干そのボーリング結果とその他の空宮志向、数学校、中山湿地についても少し考え方をもう一度補足させていただきたいと思うんですが、ページの6ページをもう一度お分けいただきたいと思います。こちらで地形とですね、その湖との関係、海、そしてボーリングの位置、それでこういった形で関係が示されておりますけれども、まず先ほどご紹介しましたボーリング結果から言えることといいますとですね、まずこの両方の地図どちらでもいいんです、断面図どちらでもいいんですけれども、右側にございます湖内ボーリング久々志向でございますけれども、この一番右であります KG の11-2、こちらではその天正地震の年代を含む地層に有効中が確認はされています。で久々志向の陸側の KG の11-5、少しこう左側に行きました。ここの5ではその天正地震の年代を含む地層には有効中、海景中、海水性ケースは認められなかったということです。でこれによりまして、天正地震による津波が、仮にあったとしてもですね、KG の11-5までは至らない規模の津波ではあったのではないかということがまずは考えられます。それと2つ目といたしまして、その今見ていただきました、上の A' 断面見ていただいて、その左上でございますけれども、ここに菅湖の SU11 でございますけれども、ここでは先ほどボーリング結果をお示ししましたけれども、有効中ですとか海景中、海水性ケースは認められなかったということでございますので、天正地震による津波があったとしても、遡上高さその11メートル、ここに旧木山最高点11メートルとありますけど、11メーター未満であったというふうに考えられます。また下の BB' 断面見ていただきますと、中山湿地、一番左側にあります NK11 でございますけれども、こちらでは天正地震の年代を含む地層には有効中、海水中、海水性ケースはなかったということでございますので、ここの中山湿地の右側にあります最高点、標高18メートルと書いてありますけれども、天正地震による津波があったとしても、この遡上高さ18メートル未満であったということは考えられるとは思います。そういったことで、最終ページの24ページにまた戻らさせていただきますけれども、まとめでございます。まず堆積物調査結果でございますけれども、三方五湖周辺で堆積物調査を実施、そして、天正地震の対象を含む標高1メートル以前には堆積物の使用となる砂は認められなかった。で久々志向刑事11-2では天正地震の対象地層に有効微量な、こういった有効中、海水性の結晶等が確認され、当時汽水とか淡水域であったことも要因として考えられるんだけれども、規模の小さい津波ですとか高潮、暴浪による海水を流入した可能性は否定できません。また久々志向 の, その少し奥側にあります KG の11-5、そ
そして三重の国にあります菅湖及び中山湿地では天正地震の対象地層に有効中等は、まあ、認められなかったという結果でございます。それと真ん中の文献調査神社でございますけれども、これは先ほどお伝えしました通り、まずは4件文献ありますけれども、まあ、実質2つの文献に記載がされていると。そして若さんは沿岸の、市町村のうちには大島津波等の記載はあるものの、天正地震による津波の被害に関する記載は、まあ、見当たらなかったと。そして、考古学調査等でですね、まあ、湖にその天正地震によって沈んだ町の遺跡というのが、まあ、確認されたということが確認されています。また神社によるその、まあ、聞き取り調査も実施事業者はしておりまして、津波による被害はなかったという結果を得ているということでございます。そして一番最後でございますけれども、以上により仮にその天正地震による津波があったといたしましても、まあ、菅湖および水月湖には、まあ、至らず、久保石湖に海水が流入した程度の小規模な津波であったものと考えられます。なお事業者においては、若狭湾における津波に関する知見について説明性の向上のために念のための調査を今後とも実施していくということが望ましいというふうに考えております。説明は以上でございます。はい、どうもありがとうございました。丁寧に説明いただきましたけれども、それでは、委員の先生方からコメント質問等いただければと思います。はい、山本委員どうぞ。ですね、いくつかちょっとお質問したいことがあります。まず6ページの図がいいかと思いますけれども、天正地震の、夜前、後で幹部地震があります。その時の変異量は一律3メートルというふうに全部しているのですが、これに関していろんな計測データどこどこではどう言ってっていうことがあるんで、そういったものも一応考慮していただいた方がいいのではないかと思います。それから、この6ページの上の図のところで、菅湖から旧木山川最高点11メートル、まあ、マイナス3メートルで書いてあるんですけれども、当時のいわゆる地形断面として書いてあるのでしたら、当時は菅湖の水がこの旧木山川を通って、久保石湖の方へ流れ出していたということになっているかと思います。すなわち、菅湖の湖面の水はこれではどう見ても木山川を通り越していけないという形の記載になってますので、先ほど水月湖で、まあ、海水が来てないという話になってますけれども、そのことはこの木山川の最高点を通って、菅湖の方に流れ込んだということで、菅湖の水が、当時はこの川を通っていたということからしますと、この、書き方はちょっとまずいんではないかと、思います。それから、ボーリングデータで菅湖のボーリングデータでちょっと、まあ、今回は天正地震だけだという話でなんで、あれなんですけれども、10ページの方の、諏訪湖のボリュームペーパーの、一番、右側、マリンの係争が書いてあるところでして、先ほど申し上げましたように、まあ、諏訪湖の水っていうのは水立湖から来て、諏訪湖へ流れ込んで旧木山川を通って、流れ下っていく形で、まあ当然、完全な、フレッシュウォーターなんですけれども、これ見ますと、まあ、低層の頃には確かに、軽層マリンマイナスなんですが、それ以前のところでいくつかプラスになってるんですよね。ということは、この辺りがどうなってたかっていうのが、多分これからちょっと、今日は低層だけだとするにしても、中国に値することになるか。ちょうど、先ほど水月湖620年間はなかったという話でしたけど、ちょうどそれよりもやや下ぐらいになるのかなと思いますけれども、ここでプラスが4つぐらいついてますので、ここの検討というのはぜひともやっていただけたらなと思います。それから、この、まあ、空気紙もそうなんですけれども、計算をやっている感覚ですよね、すごく、今回の、対象をに対してはすごく荒いような気がするんですが、そのあたりはどうなんでしょうか。何百年に一つという感じでしか取ってないような気がするので、そのあたりの、検討がこれで捕まえることができるのかちょっと心配になります。それとあと
長浜の件なんですけど、長浜のところで、琵琶湖の湖畔で沈んでいるというのが考古学的データから、記載もあるという話なんですが、ここで年代値っていう沈んだ年代値っていうのが考古学の、調査で出てるのでしょうか。そのあたりもし分かったらお願いしたいと思います。それから最後の1点なんですけれども、隠し湖の、開いてる方向なんですけれども、津波の流動経路からするとむしろ北側にある半島が何ていうか、バリアのように防波堤のようになっている地点なんですね。で、津波が来る方向からにもよりますけれども、ちょうど福祉湖の入り口に今山がいくつかあったりして、あまり強い波が入ってこない地形になっている可能性があるんじゃないかというのを危惧します。で、もしそうした場合に今別の方向に向いた場所でもこういった調査をやっておかないと、なかったという結論をこれだけで得るというのはちょっときついかなという感想を持っていました。以上でございます。はい、どうもありがとうございました。何点か質問コメントいただきましたけれども、まずページの6ページで、まず断面図のところで、ね、まずその3メートル隆起の件でございますけれども、いろんな文献を調べれば、そのいわゆる山本先生がおっしゃるのは、その一律3メートルでこう処理していることの粗さについてご指摘していると思っていただければよろしいでしょうか。ここはちょっと実質事業者がそのこういった形で流入経路を想定する上で、一律その3メートル下げて評価していますので、そこを どのぐらいその、詳細にできるかということもちょっと確認はしてみたいとは思います。それと2点目でございますけれども、この木山大阪園の菅湖と久保志湖との関係で、木山川をもともとその川を使って、流れているということですので、ちょっとこの辺の地形がそもそもこの表現の仕方だと、当時のことの流入について、説明できないような絵になっているというご指摘に関しましては、ちょっとそこは見直しというか、間違っていないのかという観点でもう一度ちょっと確認をさせていただければというふうに思います。それ と、ページの10ページ先生から、ご指摘いただいたフレッシュの部分ですね、一番右にあります酸性性の、こちらのちょっとこのプラス4つがかなり出ていることに関しまして、今回はその転生ということで、その海水性のものがあるかないかという観点でちょっとやっていましたけれども、ちょっとこのプラスの4つについての考察というのはちょっと確認しておりませんので、そこはちょっと転生との関係があるのかどうかという、そういったちょっと観点になるかと思いますけれども、少し確認をしてみたいというふうに思います。それとその、あとその珪藻化石のその対象の粗さですね、その観測の間隔の粗さですね、これについてもですね、すみません、そのどの程度その分析力があるのか、ちょっとそういったこともちょっと今のところ自分で持ち合わせてございませんでしたので、ちょっとこのぐらいの粗さで確認が本当にできているのかということは、ちょっともう一度確認させていただければというふうに思います。それとページの18ページ、これも長浜の沈んだその、考古学的に出てきたということですので、そういったところの、砂の年代値みたいなものそういったものが分かっているならばということだと思いますので、ちょっとそこは文献と調べたりして確認をしたいというふうに思ってございます。それと久保志湖、そのこういった現在の地形ではこういった形でその流入しないのではないかということもご心配いただいております。それについては、ページの5ページが一番その地形的には分かるかと思うんですが、ここに A とか B ダッシュがあって、そのちょうど真ん中に山みたいなのがあって、こういったものが阻害してその波が入ってこないのではないかというような山本先生のご指摘でご理解してもよろしいでしょうか。
波は当然低いですから入ってくるんですけれども、あまり勢いよく入ってこないと、いわゆる今回の3月11日の津波でも非常に海底の泥やなど巻き上げで強く入ってきたところがあれば、割ときれいな水がしずしず入ってきているようなところもありますので、そういった形で、かえってちょっとなんていうか奥まったところになっちゃってますので、強い波が来てない可能性があるのではないかという感じを持ったというところです。それからもう一点、先ほどの、10ページの、諏訪湖のボーリングデータなんですが、その下の方に、プラスでマリーンの計測が入っているのは、低床の地震とは、これは明らかに時代的には違いますので、それ以前の問題ですので、これから検証する上でちょっと注目していただければなと思った次第です。検討してみたいというふうに思います。はい、よろしいでしょうか。はい、ご覧になりますか。すごく前から不思議だったこの天正地震というところが非常にシステマティックに調査されて、量がだんだんよく分かってきました。で、その考えてみると、この元々その天正地震で若狭湾に大きな津波が来たというものが元をたどってみれば、なんかちょっと読めないですけど、県民表記ですか、これとあとこの、プロイスの日本史のこの2つにしか、ないと。でそれ以外の情報は、例えばその昔 の, この今 の, この水月湖での調査された結果とか、昔の古文書とか神社のいろんなの調べてもないと。それからここでの地質、起こす地震断層としても前から不思議で、溶断断層がこれが伸びていたという、ちょっとかなり、誇張して考えないと、そういう震源断層を決められないということで、そうすると、一番すっきりするのは、ここの、この元々の原点のこの顕微鏡器とプロイスの日本史、これが、なんかの勘違いだった、ということも考えられるわけで、そうすると、例えば、ないものないというのは非常に難しいですが、まず一つはこういう古い資料についても、やはり疑うことも一つ重要だと思いますので、これがひょっとして何か、この2つの記録が勘違いがあったということを何か補足するような資料はないのか、時代背景等の、なんかそういうアプローチも一つは必要じゃないかと思いますね。安全サイドというふうに考えるのであれば、なんか変かもしれませんが、やっぱり科学をいろんな研究が進めば話が発散するんじゃなくて、いろんなものもクリアになっていくというのが自然な方向だと思いますので、そういう部分からも検証も必要かと思います。それからもう一つ、この天正地震の時に若狭湾だけじゃなくて伊勢湾にも何か津波が出たっていう話もなんかいろいろ聞きますが、そちらについても、元々資料は何なのか、それが本当だったのかどうかっていうことを、詳しく調べれば、ひょっとするとそちらの方に否定されるようなことになれば、ますますこっちの若狭湾についても、分かんなくなることもあり得るかと思いますので、合わせてご覧いただけたらと思います。はい、どうもありがとうございました。いかがでしょうか。ありがとうございます。今おっしゃられたその、古い資料になるもんですから、ちょっと今回はここまでが、ちょっと限界でございましたけれども、そういったアプローチの仕方として、これがその、どれだけ、若干その勘違いだとか間違いがあったのかどうかというような、そういった、見方でも、見ることも重要ということはおっしゃる通りと思いますので、ちょっとそういった見方も一つ加えてですね、アプローチをしていきたいというふうに思っています。またちょっと伊勢湾 の津波の、関係につきましても、まだその他にいろんな文献等の情報があるかもしれませんので、そういったことも合わせて追加的にできれば確認していきたいというふうに思います。はい、どうもありがとうございました。他にいかがですか。はい、岡村にどうぞ。天正地震で津波が起こったかどうかということは別にしてですね、この、調査の内容でそのどういうことが言えるかということを考えた場合、まず先ほど山本委員が大体おっしゃったんですけども、まずは津波が来れば必ず津波対策物ができるとは限らないんですよね。その津波が来ているところでも残っていないところというのはいっぱいありますよね。ですからこの
まあ、さっき仙台かどっか の上岸の津波の写真、大石の写真に出ましたけど、これは、まあ、一番きれいに見えるところの写真ですので、どこでもこういうものがあるわけではないということですよね。ですから、この久宇志湖ですか、ここも津波が来れば、本当に津波堆積物ができるような条件というのは全て揃っているんだということをまずは説明しないと、そこにないからといって津波が来てないという話にはならないということですね。だからそれは提唱だけではなくて、ここにもう少し長い時間期間を見てですね、津波堆積物がないということを言うんであれば、そういう津波堆積物が形成される条件というものが満たしているにもかかわらず津波堆積物がないんだということを言う必要が、まあ、あるでしょうと。それがない、その説明がないので、ないと見つからないということだけでは津波が来てないということにはならないと思います。で、あとはまあ、コアで年代が示されているんですけど、結構これ上下が逆転していてですね、本当に信用できる年代なのかというのはよく見ると疑わしいかなと思うんですよね。で、やっぱこれ例えば深さと年代を縦横の軸にとってプロットしてみるとかなりバラバラになると思うんですよね。そういう意味で例えば天照のものがあれば深さは何センチ付近とか書いてありますけども、この数字自体がどこまで信用できるかということと、まあ、絶対に古いものがあったりしてほとんど溜まっていない、最近溜まっていないように言えるようなものもありますよね。例えば 10ページとかはかなり表層まで古いですよね。で、あと、まあ、上の方で若い年代、例えば9ページなんかまあ、AD1700 から1950という数字が出てますけども、カーボン14ってやっぱこのぐらいの年代ってあんまり信用できないんですよね。新しい方法っていうのはまあ、カーボン14 の半減期っていうのは5000数百年ですから、その非常に若いところっていうのは精度は非常に低くなりますので、これだけで、まあ、その年代のものだということも難しいという気がしますので、ちょっと年代値も数も少ないし、どういうものを選んで分析しているかとかですね、そういう情報はやはり必要かなというふうに思います。で、まあ、ついでに言えば、そのコアの中の、まあ、全体の記載は、まあ、これから報告されるのかどうか知りません。今日は、まあ、検証に関してだけの話なのかもしれないんですけども、写真見るとなんかちょっと層はいくつか見えてて、これが何なのかとかですね、そういうことが全く触れられていないので、その辺も含めて、は解析が必要なのかなと思います。で、もう一つはその、まあ、化石はの話は、まあ、先ほど山田先生からも紹介されたんですけども、まあないと、海星のもの、海から来たものはないということは、まあ、それは見つからなかったということなんだけども、それが津波が来なかったということになるかどうかですよね。そのちょっと入っただけであれば検出できない可能性もありますし、津波って大体その、まあ、一瞬ですよね。で、堆積速度って非常に多分こういうところ遅いと思いますので、まあ、入ってたとしても本当ごくわずかの走順で、まあ、少し入ってるぐらいですから、その検出限界みたいなものは当然あると思いますので、まあ、なかなかないというのはそういうふうに言っていくと非常に証明するのは難しいんですけども、だから逆にそういうないというのはやっぱり非常に慎重に、まあ、言った方がいいというふうに思います。以上です。はい、どうもありがとうございました。貴重なコメントありがとうございます。何かよろしいですか。今いただいたご意見、非常にその大事なポイントだと思いますので、そういった例えばこのコアのをさらによ精度よく見て、そして解釈をして、そして一体このもっと詳細にですね、年代測定できるのかとか、まあ、そういった点、それとこの三方五湖のこれ、例えばその久宇志湖、ここにはその全ての その条件が揃っているんだと、
まあ、その津波がもし来たら必ず入るんだと、でもなかったというようなこと、そういった点きちんと整理しなきゃいけませんので、さらに追加していきたいというふうに思います。はい、まあ、湖の中は一旦物がたまるとその保存されやすい、まあ、そういう意味ではまあ、いい場所ではあるんですけども、例えば3ページのこの宇宙写真があるんだけど、まあ、私ならここやるとすればですね、小串湖よりもこの東側の平野がありますよね。弓なりの海岸線があってその中に平野がありますよね。だからこういうところはまあ、やって、まあ、ないかもしれないけども、多分ここ海岸線沿いにずっと砂丘があってですね、こういう形のところとつながって、その内側に平地が、まあ、低いところがある。でこういうのは、まあ、仙台平野とかみんなこういう形をしているところで、そういうところで見つけているわけですから、まあ、そういうところでもやる必要があるのかなと、まあ、私ならまずこっちをやりますということですね。ボリュームのところもちょっと、はい、今のご意見につきましても検討に入りたいというふうに思います。あと山田先生いらっしゃるんですけど、何か中村委員のご意見に対して何かありますか。よろしいですか。はい、じゃあ佐々木君どうぞ。先生いらっしゃるんで質問なんですが、この何ページです、最後から2番目の軽装のところで海水の軽装がありましたよね。でこれがちょっと入っているのが、まあ、1660年の水路建設による流入ということなんですが、これはこちらの理由とここですかね、恨み川というところと早瀬川ですかということかと思うんですが、確かにこの水路建設と建設と、まあ、年代的に合ってるんだと思うんですが、ただどうしてその時だけ入ってくるのか、その後はないのか、要するに基本的にこう川を流す方ために作ったんだと思うんですけども、どうしてその時だけあるのかちょっとよくわからないんですけど、何かお考えがあれば。そこの点はですね、私たちはそれを1650年の恨み川の改作によって入ってきたイベント層と考えていまして、でその後その改正種がないというのは海が入ってくると淡水と海水と海水の方が密度が高いので、こう下の方に沈んでいってしまうということで、まあ、海にいた珪藻というのはその水月湖でこう繁殖しないということがまずあるんですね。だから現在の水月湖を考えると汽水湖になっていて、上が淡水で下が非常にこう塩が多い海水になっていて、で樹根層を考えるとプランクトンはその珪藻、淡水層しかいないということで、そのまあイベントとしてはこう入ってきたんですけども、それ以降水月湖では海水性の珪藻はいないという判断をしているわけです。そうしますと汽水のものはいるんですね。汽水性なんですか。水月湖に関してはこれが結果でありまして、ほとんどいません。はい、淡水性の珪藻しかいません。松山委員どうぞ。はい、天正地震の方のいろんな津波調査の方ありがとうございました。それで最初の、まあ、山本委員の方から意見があって、この三方五湖のあるあたりが津波が大きくなりにくい地形である可能性があるんじゃないかというふうな声があったと思うんですけれども、まあ、天正地震の津波はどうかということは分からないんですけど、まあ、事業者さんの方ではかなり海底活断層なんかを想定した津波計算なんかをされていると思うんですけれども、そういった結果を活用できるのであれば、沿岸での津波の高さの分布なんかを見られれば、この三方五湖に津波が来やすいのかどうかとか、そういったことを確認できるのではないかというのが一点です。で、もう一つ21枚目のスライドに、文献調査周辺をされて、調査結果の方で大島の津波の記載はあるが、天正地震による津波を示す分岐は見当たらなかったとされているんですけれども、この辺りはもうこの2つ以外全く津波に関する被害の記載がないのかどうかを確認、そういうことなんでしょうか。もっと怪しいのが他にあるのかというのは関門地震で、沿岸で3メートルぐらい隆起したというふうなことになると、海の中もなんか隆起をしたりして津波が小さな津波が起きてないとも限らないんで、
何か見落としがないかというようなことをちょっと確認された方がいいかなと思います。以上です。わかりました。その大島大島以外の話もちょっとないか、もう一度ちょっと精査してみたいということと、あとその津波の来やすさですね、そういったシミュレーション等で、確認できるのかということだと思いますので、それもちょっと、まずはちょっと検討にしてみたいというふうに思います。一つ目は別に大島大島というわけじゃなくて、これら以外に津波の記録がないのか、ないんだったらないということを明記しておけばいいんじゃないですか。わかりました。はい、どうもありがとうございました。じゃあ、岡村委員とはかぶるんですけれども、津波堆積物の調査の場合には見つかれば津波が来たっていう証拠になっていいんですけれども、見つからなかった場合には津波が来なかったのか見つからなかったのか、見つからなかっただけであるかって必ず議論が出るんですよね。でまた岡村委員がおっしゃるように、その本当に津波が発生した場合にはここではこういう堆積物が出るってことを説明いただくのと同時に、今回の事業者 の調査というものが、その津波堆積物の専門家から見ても適切なものであるかどうかということはご確認いただきたいと思います。設定 の場所とか、あと掘り方などについても、客観的、望ましくはもちろん特に例えば JNS とかが掘るのが一番いいんですけど、それは無理だと思いますので、そういったことを確認していただければと思います。あとこの地震でどうしても私は津波がそんなに大きなものが来るってちょっとわからないんですけれども、地震に隆起された例えば海底地滑りなんかが発生したっていうことは考えられないんでしょうか。つまりその地震の最近津波の発生として、その例えば大島大島のようにその山体崩壊があったりとか、あとその海底の地滑りがあったんではなく、いろんなその発生源が考えられると思います。でここにおいてはまずはその天正地震とその津波が関係するのかというところから、若干その始まっているところもありまして、実際ここで確認されているのはだいぶ後 その漢文の時代 その隆起による地震というのは明らかにこの地域では起きていると。ただその天正の地震につきましては、その岐阜の方で起きているその養老断層ですとか、アデラ断層、あちらの方の話も出てくるということで、若干その震源とその津波とその地域がちょっと一致してないところは若干あります。そういった意味で、まずはその津波が本当にあったのかどうかという、そっちから の, そのちょっとアプローチをちょっと、今回事業者はしたということでございます。ただおっしゃる通り、ここでその海底の方で実際その大きな津波を起こすような津波があったのかどうかということはちょっと確認し過去にそのあったかどうかという観点で少し文献等をちょっと確認はしてみたいというふうに思います。はい、どうもありがとうございました。皆さんまた大変貴重なコメントをいただいたと思いますので、ぜひそのあたり考慮していただいて、さらに調査を進めていただければと思います。はい、どうもありがとうございました。じゃあそれでは次、8-3 の資料に移りたいと思います。北海道電力、小金発電